建築学専攻の建築設計学の講座の、平田明久と申します。建築の設計を研究しているということになると思います。今回は桂キャンパスが舞台になっていて、桂キャンパスってたくさんの人が活動とか研究をしてるんですけど、研究室の中に閉じこもって活動されてるっていうことがあって、昨年度は図書館と食堂の間の敷地にバスケットゴールや家具を置いてみたところ、キャンパス内の人たちや地域の人たちもここに体を動かしに来たり息抜きに来てくれるようになりました。今年は新たに屋外で展示もできる家具のような重機を置いてみる、そんな計画を進めています。いろんな研究者が自分の発表するプラットフォームとしての家具を作る、単に家具を作るというよりは広場を作りながら、そこにこういろんな知識もそこに入ってくる場所、デバイスとしての家具を作っている感じです。家具だけど折りたためる家具っていうことで、一部折りたためたりとか、土台の部分は重くて動かせないっていうものになりながらも、何かの時には避難しなきゃいけないということで土を入れて土を出したりとかすれば軽くなって動かせるとか、上の部分は結構大きな奇跡がありますけどパタッて畳めて中にしまえるみたいな、便利さと実用性と見た目としてもきちんと美しいものを成り立たせてる。多分今回最も重要なのは、単に我々だけがこうやってそれで終わりじゃなくて、作ったものによって、もしかしたら何かもっといろんなことが起こり始めるかもしれないっていう期待があることだったり、兄弟本当に面白い人がいっぱいいるから、こんなことやってるんだってお互いに分かったら、何が起こるか、これからどうなっていくのか、あんまり分からないことにアプローチしてる感じは、平田研究室でやってきた1分の1のプロジェクトともっと発展してる感じっていうのがあるかなと思いますね。っていう対策はできる。要するに、ここを六角でしようとしたら多分めっちゃ取り外した時に。この2つでその微妙な隙間の取り方が非常に難しくて、ここを詰めすぎると硬くて動かない、でもここ空きすぎるとこういうふうに歪んでしまって綺麗に見えないっていう、このいかに隙間を作るかであったり、施工ができてでも回転もできるっていうところを実現するところが非常に難しかったと思います。実際に折りたためる機構にすることとかはかなり職人さんと打ち合わせをして、それがこう安全的にも大丈夫だとか、新しいことを考えた部分っていうのがやっぱり大変だったかなと思います。すごいいいもんやと思います。僕は一番最初に仮組みしてシナモンちゃんと畳めたんでちょっと感動しましたけど、自分でもほんまに畳めるんかどうかっていうのがその辺はあったんで、建築の設計って、僕の名前で発表しているような建築でも決して一人で作ってるわけじゃなくて、必ずチームワークなんですよね。アトリエで働いているいろんな他の人とか、それから構造とか環境のエンジニアとか、とにかくいろんな人が集まって作るんですね。やっぱりとても難しくて、全く普段のフィールドであったり段階が違うので、いかに自分たち考えていることを伝えてそれを実現してもらうかっていうところが難しかったです。商業施設とかの考えとは全然違うんで面白いですよね。珍しいっていうかすごいですよね。主に学生がしたいことをどんどん形にしていって、適宜先生たちに指導をしていただくというような形でプロジェクトは進んでいきました。自分のアイデアを形にして持ってきて、そこからどんどん一つの案に集約させていくというようなプロジェクトなので、独特なのかなというふうには思ってます。結局面白いかどうかはその人が何かをちゃんと発見できれば、僕らもこれはちょっと今まではやったことないな、こういうふうに考えたらこういうふうになるなっ
というこちらもその方が楽しいので、これからの未来の建築というのはどういうものになっていくのかっていうのを、まあ、大学で特にいろんな方面で学生たちと一緒に考えていきたいなと思っているんですけども、その時に僕自身もいろんな公共建築の設計に関わったりしていて、元からこう、いろんな人を巻き込んで作っていくっていうことが必要な時代になってきているっていうふうに思っているんですね。でそういうことを考えながら公共建築を市民を巻き込みながら作ったりするのに、学生たちも一緒に参加してやったりとか、自分たちで作っていく広場っていうのをどういうふうに、建築的な考え方でサポートしていけるかというか、一緒に作っていけるかみたいなことをやっていて、この面をここに寄せてるんですよ。その必要はないと思う。本当にたくさんの学びがあって、なんか、平田先生ともそうですし、施主の方と話があったり、その中で一つのものを作るっていうのに難しい部分ありましたし、それにこうすごくこうワクワクするような部分があったので、こういうのが実際社会に出て建築活動を行っていく上でも大事になってくるんだろうなっていうことを実際にこう身に染みて感じれたのは、すごく今できたのがすごく良かったなと思います。結構ですね、難しいことにアプローチしてるんですよね。やっぱり外に家具を置くってなかなか雨も濡れるし風も吹くし、でもそれをクリアできて、もしそういうことがある程度実現すれば、今後桂全体にいろいろ広げていけるというか、いろんな場所を作っていけるプロジェクトに発展するといいなと思ってますし、京大じゃない場所に京大のこの家具がこの出張したりとか、そういうことも含めて、もしこのままうまく転がっていくと、すごく面白いことになるんじゃないかと勝手に期待をしています。はい。